皆さんはアインシュタインって知っていますか？アインシュタインは相対性理論を発明する偉い科学者さんなんですが、ある日マリリン・モンローから、私先生と結婚して先生のような頭脳と、そして私のような美貌を持った子供が欲しいわって言いました。だけどアインシュタインはね、君、僕のような要望と君の頭脳のような子供が生まれたらどうすると言ったそうです。じゃあ皆さん、子どもの能力というのは生まれた時の遺伝子で決まっているのでしょうか？いいえ、そうではありません。私たちがこれから進めようとしている21世紀型学力においては、子どもの育て方によって子どもの能力を伸ばしていくことができるというふうに考えています。これまでの授業では先生が教える人、子どもは教えてもらう人という構図でした。ところが私たちが研究しているのはこんなことなんです。学習者中心の授業であること、つまり子どもが楽しいなって思うことを含みます。そして本物から学ぶということ、教科書やインターネットや図鑑だけではありません。もっと本物に出会うということですね。そして専門家からも話を聞くということです。さらに大事なのは共同的に学ぶということ。その情報がこれです。子どもたちが中心になって問題を自分で考える、そして自分の言葉で語る、このことが子どもを育てることになるのです。顔を見てください。先ほどの一斉授業の時の様子とは全然違いますね。そして本物から学ぶということ、本物の自然に会ったり、科学館に行って専門家の話を聞いたり、そしてその見たことや聞いたことを日常の不思議なことに結びつけて考えていく、そして分かったことや新しい課題を自分の言葉で語る、自分の言葉で語るからこそ人とコラボレーションすることができるんですね。でさらに共同的に学ぶということを進めています。複数の意見をすり合わせて納得できるように話をしていくんです。本当に子どもたちが生き生きとしている様子がわかるでしょ。こういう子どもを育てたい、皆さん方の中で子どもが大好きだ、こんな子どもと一緒に勉強を進めていきたい、良い先生になりたいと思っている人たちは、私と一緒に21世紀型学力というものを一緒に作る学習をしてみませんか。例えばダイヤモンドは一人で光るわけではありません。お互いに切磋琢磨して、人間が人間を磨いていくやり方が共同的に学ぶということの元なのです。ダイヤモンドはダイヤモンドでしか磨けないが、人間は人間にしか磨くことができない、それが共同的に学ぶという21世紀型学力です。